になるわね。なんだよ。ふん。うん。ふん。気をつけろ。無意味だ。ち。その通り。受け入れよう。違うわ。くだらん。なぜわからん。無駄だ。負けないわ。無意味だ。そんな。父と同じ末路をたどる。ありえない。俺様はジッパーだ。なぜ。変えてみせる。ダイアンの娘よ、ノアリトル。計画の邪魔はさせない。おい。
油断はするなよ。決着をつけましょう。行こうぜ。そうね。結構奥まで来たわね。急ぐわ。
これは？あら？ああ。任せて。ああよーし。あそうね、行くわよ。私たちなら大丈夫。
あら？いいよね。あったおろか。させないわ。ふん。教えてやろう。何？嘘よ。愚か。何なの？なぜわからん。受け入れよ。させないわ。やばいわね。させないわ。もう。グレー。おいおい。しょうがねえな。ジッパー。急がないとね。ああ。一緒に行こうぜ。止まるわけにはいかないわ。
そろ。なぜ？愚かな。ふん。ダイヤ。ダメよ。なぜわからん。そうだ。違うわ。そうだぜ。ふん。愚かな。我が名はグレイリト。何なの？
計画の邪魔はさせん。走るわ。打ち抜く。さあ、そして、さあ、天命を。気をつけろ。決着をつけましょう。お前と私は全てが違う。潰せ。消し去ろう。走るわ。このままじゃまだまだいけるわ。潰せ。
なぜだ、なぜ。鍵よ、お前の仕業か。お前は俺様を鍵って呼ぶけどな、俺様が本当に単なる鍵なんだったらこんな姿にする意味もないだろ。魔女が俺様に人の言葉を喋らせたのは自分の頭で考えろってことなんじゃねえかな。そんなものはただの想像だ。そうかもな。だけどよ、ノアと過ごして分かったんだ、錬金術師も泣いたり笑ったりするただの人間だって。俺様たちが悩んでるみたいにあいつらだって悩んで迷って頑張ってるんだって。魔女にも未来がどうなるかなんて分からなかったんだ、だから俺様に託してくれたんだって。今はそう思ってる。まあお前の気持ちもちょっとはわかる。俺様たちはキャラクターだもんな。作ってくれたやつの役にはそりゃ立ちたいよな。そんなことが意味を持つのか。グレイ、あなた。肉体を維持するマナまで破壊兵器に吸い尽くされたか。認めよう、お前たちは私の計画を阻み天命をも覆した。ダイアンにそう伝えるがいい。え、今なんて。そうだ、ノアリトルよ、ダイアン・リトルは生きている。私はダイアンと戦い、その全てのマナを奪い去った。錬金術師としてのダイアンを殺したのだ。奴は抵抗しなかった。父さんは、それじゃ本当に計画を受け継ぐ他に道はないと信じた。それこそが作られた意味だと疑わなかった。私は最後まで意味を全うできぬままか。そんなことない。意味なんて、計画なんて関係なしに、父さんはあなたを大切に思っていたはずよ。だってあなたの名前はグレイ・リトルだもの。父さんは名前だけじゃなくてあなたに名字を、家族の証を与えていたんだわ。家族、そうだったのか。私はすでに。グレイはダイアンに認めてほしかったんだな。そんなことしなくたってとっくに家族として認められてたっていうのにさ。とにかくお前の父さんは生きてる、それは良かったじゃねえか。行くんだろ、ノア。ええ、聞かなきゃいけないことがたくさんあるもの、確かめなきゃいけないことがたくさん。ねえジッパー、あのね、もしよかったら。俺様はこの遺跡に残るよ。魔女の発明はグレイのせいで不完全に起動してる。俺様が制御しなきゃ誰かに目をつけられちまう。そうそうよね、ジッパーにもやるべきことがあるのよね。ああ、魔女に作られた鍵としてじゃない、ジッパーとしてこの遺跡を守っていく。そう思えるようになったのはお前が俺様に名前をくれたからだ。
ありがとう、ノア。お前に会えてよかった。何よ、ジッパーのくせに、イジパリのくせに、最後だけそんな風に言うなんて。出会えてよかったなんて、私だってそう思ってるわよ。あなたがいてくれて本当によかった。ああ、いつか遺跡が正しく眠りについたら、俺様はお前を探しに行く。ええ、その時にはきっと父さんのことも見つけ出して、魔女に負けない大錬成術師になってるわ。約束よ、ジッパー。必ず、必ずまた会いましょう。ああ、約束だ、ノア。またな。お前の旅路に祝福を。修理完了。遺跡のおかげで前より動きが良くなった気がするわ。父さんは生きてる。グレイから聞いた情報もある。絶対見つけてみせるわ。よし、準備完了。それじゃあ空に向かって出発。Thank you.
リトルノア、楽園の後継者。